すごいね、みんなね、練習してるね。取れたか。いきなり狭いね。それ無理じゃない？これだけどあれじゃない、あの大雨が降ると流されちゃうとこじゃない、これ。ああ、やばいやつだこれ。なんかちょっとコーナーであれだな、ブラインドになるとビーコムが切れたり入ったりする、繰り返すね。でかいね。これに俺昔俺これに足場かけた。すごい。ご神木じゃん、ご神木。ここじゃなくて、なんか滝の駅。もう結構取れ高あるね、おい、それ。結構取れ高、うん、結構取れ高あった今。路面陥没って書いてある。陥没ってか陥落って書いてあった。道がない。道がないよ。半分は残ってないよ。なんとかなる。それでなんとかしました。人だ。車、軽トラ。歩行者3人にいるよ。さっきのばあさんち。ワオな道。舗装終わった？いや、まだ舗装。舗装です。涼しい。
路面に砂利ってる。いけないんだ。もうだけどこんな砂防ダムが連続でさ、砂防ダムがあるようじゃもうどうしようもねえな。だって相当やばいんだね。相当やばいとこだわ。意味がない道なんだね。だから何個砂防ダム作ってんの連発だね。連発だよ。鈴木さん、いつだかあの DR650 だかの人って来たの？いや、これは会ってない。自分の分かる人が会いました。あった？ DR650 ってオフタイヤだからついてくる？来てるよ。いや、でも俺だと思いますけどね。直線あれでなんか山攻めてる。直線はもう圧倒的に速いだろうけどさ、今さ、沼津のさ、あのレッドバロンに2階に1台あるね、DR の650。客車なんですかね。いや、ああそうそう、売ってないんだよね、国産では、正規には。そうですか。すごいな、これ雰囲気あっていいですね。変われねえな、これアマゾンだ。アマゾンだよね、これ。あの、野田さん、明るいな。明るい、おお、取れ高あるじゃんこれ。通行止めって書いてあるぞ。そうですね。いけないの。お、こういうことね。こういうことかよ。またかよ。また閉まったよ。何なんだよ。道がないのか、もう崩れちゃって。怖いですね。山越えできないんだ。俺みんなあの台風19号とかああいうやつで行っちゃったやつがまだ治ってねえのか。橋渡ってぐるっと回って戻るしかねえな。どこ行くの？道志に抜ける道は左、あっちの方が道志。さっき行けなかった。行けなかった。一応だから方面としてはあっちが東進、東進行けなかった。もっと東行ってから北へ行かねえといけねえんだろ。そうですね。どっかで右回って北へ行くことは行けないと、山原辺行けない、山原辺行けないから、それだったら日本の奥方面出て神奈川方面とかった方がいいかもしれないですね。ここからぐるっと回ってこないと。ガス入れた方がいいね。100キロぐらい走ってるから。流れがいいからいいね、道のね。
ここ新しくできた、この行ってみようよ。箱根湖新しくできたんだよ。芦ノ湖行けるんだ、これ。これ新しくできたんですよ。これそうだ、これもそう、あそこに出るんですか。箱根金太郎ライン。箱根金太郎ライン。すげえぐにゃぐにゃじゃん、これ道。最初だけかな、これ。ここはあれだろ、乙女ラインから下ってきたとこじゃねえのか、俺。ああ、そう、そうですね。そうだろ、そうだ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 。こんなとこに出るな。お尻が痛いな。そう
まあいいか、石畳じゃん、もうほぼほぼ石畳。うわ、穴やばいぞ。ひでえなおい、ひどいよこれ。頭おかしい、頭おかしい。やばい、おかしい、おかしい、おかしい。すごい、飛んじゃう、飛んじゃう。ヘイ、今日きっと1日で300キロぐらい走るな。すごいな。おお、どれだかあるな、どれだかが。振動いかねえよ。振動いったって下にしか行けねえ。私ここで左へ回ってきます。どうも、また、はい、どうも、はい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 、それではまたね、またお願いします。はい、といったところでね、今日一日ね、だいたい300キロぐらい走ったのかな、全部入れてね。まあそんな感じで走りましたけど、どんくらいのね、取れ高になってるのかわかんないけど、まあ今日は富士山の周りをね、たくさん走りました。そこからね、山道のなるべく細いようなところを選んで選んで走ったんですけどね、まあ楽しい一日でしたね。またね、こんな感じで水のね、細い道をね、くねくね走るモタード軍団が見たいなと思っていただけましたら、ぜひね、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。